政治だってそうだよね。嘘の話を作ってるからかな。なんとなく後ろめたいし怖いよね。妙な噂が立った。いるはずのない架空の女がステージに出るって。監督何落ちてくる。沙織ちゃん見たんです。沙織ちゃん誰かに抱きつかれてたみたい。この映画中止にしようや。ロクさん、この間のフィルム何で燃やしたんだ。何かあったんだろう。声が聞こえたんだ。声って夜中に一人で回してた。あの女がゲタゲタ笑ったんだ。その声がはっきり聞こえたんだ。カット。続けたらいいじゃないか。結婚しても。役者っていつも誰かに裁かれる職業でしょ。疲れたのね、裁かれることに。さよなら。君がいなくてもやってみせるよ。映画の時代は終わるのよ。35年ぶりだよ。ここに来るのも映画に出るのも。昔はこの撮影所だけでも年に100本は映画作ってたのにな。誰もが覚えてないようなのがほとんどだけど、今思い出すとどれも面白かったですよ。俺みたいなやつと結婚して後悔したんじゃないのか。後悔なんかしてないわ。頼む、もう一度映画に出させてくれ。数々の名作を世に送り出した日活ロマンポルノ。そこには女性に対する深い眼差しがあった。よー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 。45年の時を経て日本を代表する5つの個性がロマンポルノをリブートさせる。こっちはこれから好きでもない男のあれしゃぶんなくちゃなんないんで。でも私のせいじゃない。特別だから。体は嘘つけないんだよ。お仕置きの時間ね。 あんたに何が分かんのよ。私はあなたが嫌い。今の言い方が嫌い。そうやって自分が傷つかない言い方するのが嫌い。先生、私は今先生のこと必要としてるから。逃げられると思うのよ。女ってやつと縁を切りたくてここに来たんだ。逃げないで、すぐ私を傷つけて。人の人生なんて宇宙から見たらクズ同然。こっちを見て私を見てください。私先生のすぐそばにいます。5人の監督が切り取る女の今。時代は変わった。男も変わった。でも女の美しさだけは変わらない。みんなどこ行ったの。ロマンポルノが今よみがえる。